3分32ペースで、はい、行きましょう。レディーゴー。早い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 。500は行きたい。元気マリアキチャンネル。さあ、はい、今日もこのメンバーということは、検証というか、はい、実験シリーズでございます、うんうん、はい、今回したい実験は何かというと、森脇健児がオールスター感謝祭で走っていたスピードはどのぐらいなのか体験してみようという実験でございます。みんなね、テレビで見てても、速い人ばっかじゃないですか、あの、感謝祭って、一体どのぐらいのペースで走っているのかと、想像がつかないと思うんです、うん、はい、実際に森脇さんが走った時のタイムを1キロに換算すると1キロあたり3分33秒だったんです、森脇さんが。なので皆さんにぜひ1キロだけ、もう多分おそらくついていけなくてもいいので、3分30秒の世界ですね、を体験していただいて、どんなもんなのかという。え、黒木さん、今回は走るんですか？今日はちょっと、はい、まだちょっと体調が思いしくない。なぜかここが痛い。黒木さんがね、呼吸すると痛い。ちょっとね、いろいろ、まあ、あの、すいません、ほんまに今回もリタイアということなんで、黒木さんにはフィニッシュ地点で応援していただくという応援舞台で、はい、よろしくお願いいたします。はい、なので、はい、今回参加するのは森脇さんで、藤井さん、はい、一平卒で長谷川ちゃん、そして僕とカメラマンという形でいきたいと思います。頑張ってみましょう。視聴者の皆さん、一平どんなもんやねんっていうのがあれば、まあ、本当に今携帯のアプリとかでもペース出ますんで。ああ、そうやね。3分30秒を目標に1回走ってみてください。でよかったらね、あのコメント欄の方にも、僕このぐらいで走れましたとか、このぐらいのペースいけましたとかあったらちょっと書いていただいて、いうのをちょっとやりたいなと、はい、思いますので、皆さんもぜひね、どっかの1キロコースを見出して参加していただけたらなと思います。では、3分32ペースで、はい、行きましょう。レディーゴー。早い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 。500は行きたい。おー、1ペース早い。抜いてもいいねと。おー、1ペース早い。あれ、もう長谷川ちゃんたちがいない。ああ、やっぱ筋力は一定だったよな。下げて。ほら、片付ける、片付ける。はい、すごい。これ俺で。はい、はい、
あとどれぐらい？あの電え電灯のとこです。どこ？あの電灯があるとこ、二つ目の電灯。ちょりょくカメラマンいます。カメラマンがいます。あー無理。どこ？あの電灯のちょりょくぐらい。はいはい。お前がしたね。ちっちゃく見えてきます。はい。あと50ぐらい。きつはい。37。はい。いや。きつい。37。あ、きつい。うわ。あ、手がしびれる。後ろ後編。37。あれでも足りてないですか。あれでも足りてない。ナイスワン。次が光くん。おー光くん。おー。光くん今。何分でしょう。測ってない。あとでカメラ見ますわ。うん、俺37秒やで。3分37やで。4分取れちゃう。4分。ついてきた。最後。はい、そう変です。違う。あと30メーターぐらい先です。はい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 。最初の 50m ぐらいはもしかしたらついていけるんちゃうかなと思った。400ぐらい持ったよ。400ぐらいまでいましたね。ったよ、はい、ったんですけど、そっから全然落ちひんとか走ってる人は違うなって思いました。走りたかった。ちょっとだけ走りたくなりました。さあ、藤井さんは来た来た完全ダウンやったわ。あ、来た来た藤井君、ここよ。分かる。あ、俺はずっと回ってる。もう開始3秒で諦めました。早すぎて。僕の 50m 全力より速いです。いやいや、面白かった。これで、でももう視聴者の皆さんもなんとなく感覚というか、こんなスピードで 4,5 キロ走ってるんやぞっていうのを考えるとね、まあまあ、絶好調で体持ってきますからね。もう今はちょっと緩んでる状態やから。緩んでたらですか？緩んでたら走らない速さですか？こっちままだって。なんか顔違うやん。化粧落ちてるんですよ、やめてください。いや、化粧してたやん。してます、してます。いやー、本当にちょっと疲れすぎて頭回ってないところもありますが、いや、皆さんもぜひね、その1キロ、どの俺このぐらいでいけるぞとか、あ、こんだけ走ってこんなんでしたとか、そういうのあったらね、ちょっと書いていただいて。箱根出る選手は3分切ってますからね。そうですよね。すごいな。この間の竹内選手は2分台ですね。考えられないスピードに行きますからね。いやー、本当にまあまあ、まだまだです。まだまだこれからですよ、俺も。はい、まあ、これを1個ね、はい、参考にしてもらいたい。はい、ぜひ皆さんもちょっといろんなこと挑戦していただいて、はい、まあ、あの本当にあのコメント欄お待ちしてます。お願いします。ぜひ皆さんよろしくお願いします。お願いします。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。